や話せい過去昔は照れくさかったけど今は強く感じるよ絆皆様こんばんは。2月24日月曜日、174回しゃべくりマッシュの時間がやってまいりました。今日のマッシュはですね、朝からですね、良い天気だったですね、暖かな一日でした。はい、町歩きセンターの駐車場でもですね、雪結構積もってたんですが、だいぶ溶けましてですね、すっかりなくなりました。まだちょっと歩道にですね、残ってはいますけれども、駐車場の方には以来きれいになりました。ちょっとお手伝いいただきましたですね、ありがとうございました。で、まあ、今日のゲストをご紹介いたします。マッスロ地区交通安全推進委員会会長の古畑邦治さんです。よろしくお願いします。古畑さんはですね、推進委員会会長に、歴任してですね、まあ、感謝状を受けましたってですね、この感謝状ちょっとこれ今見せますね。はい、これはあれですね、感謝状をもらいましたけど、これ何年やっておられたんですかね、推進員っていうのはね。今年で10年目になります。10年目になりますか、はい、はい。これはどこからあれですかね、もらったんですかね。これは長野市の方から。長野市の方からでね、はい、はい。まあ、あとこの推進員っても長野市の方から受けたのはいつ頃からやられてるんですか。これは平成17年の方からに、はい、長野市の方から委嘱状をいただきまして、はいはい、これが17年ですね。でその後が、19年っていう形でね、はい、これは年あれですかね、2年に一遍という形になるんですかね。そうですね、任期が2年おきですから、はいはい、こういう形でね、はい。まあ、あとこれはその今これ見ると、22年の3月31日までっていう形になってますけど、今はあれですかね、どういった組織のあれになってるんですかね。はい、23年度から、はい、住民自治協議会の方に委嘱されまして、はい、そういう形になってます。じゃあ長野市からは今度は住民自治協議会の方になったっていう形ですね、はいはい。これ住民自治協議会のこれ前組織図なんですけど、古田さんの方の あれは何部会っていうところなんですか。安心部会っていうところです、ね、安心部会、はい、あ、この安心部会ね、はい、その中でその交通部会っていうのがありまして、はい、そこの組織になってますね、はいはい、交通安全推進委員会、あ、これですね、はいはい。でその他にあれですかね、協力団体みたいのがありますよね。うん、真っ白の交通安全協会っていうのがございまして、はい、それで協力団体っていう形になってます、うんうん、はい。この安全推進委員会と安協、まあ、私らよく安協安協って言ってるんだけど、はい、安全
交通安全協会、これの違いっていうのはどういうあれなんですかね。今まで長野市でだからのやっていたので、うん、で交通安全協会っていうのはまた町の中っていうか組織がちょっと違うんですね。うん、はい、なるほどね。まあ、この中で、まあ、あれやってるんですけども、この安全部会、あれね、推進委員会か、これっていうの目的っていうのはどういうあれなんですか。目的は要するに交通事故をなくすって形でやってますので、うん、はい、これであれですね、はい。まあ、目的がそういう安全委員会、続いてこれ組織のあれって言いますと、地区の代表をもってするとかって書いてありますよね、これね、はい。そうするとどういうあれになるんですかね。これはそれぞれの地区から、はい、推進員というのが推薦されまして、はい、現在だから32名か、はい、現で、はいはい、じゃあその方の中から選ばれるみたいなんですか、古田さん。そうですね、地区から1名ずつ、はい、あ、出てましてね、はい。これ結局任期は何年になるんでしたっけ。任期は2年です、ね、2年ごとにね、はい、はい。あとはこういうその地区事業計画みたいなのがあってですね、これをちょっとやられてるんですけれども、これをちょっと説明していただいていいですかね、はい。この中で、主な事業とかって書いてあって、これ見るといろいろとやっておられるんですけども、まあ、これは白線だとかいろいろとやってますね。子どもの安全だとかっていうのこういうのも一通り全部あれなんですね、目的としてはやっていらっしゃるんです、ね、はい、そうですね。あとはどうなんですかね、これも、協力事業っていう形で主に結構いろいろと町の中でやっておられるのありますよね。一番はもう真田祭りの時の協力ですね、はい。これはどういうことをやられるんですか。はい、これは安水の方は駐車場係っていうかその方をやってます、はいはい。これ何人ぐらい出てやるんですか。これはだから全部で20人ちょっとか、はいはい、交代で。あ、なるほどね。3日間。そうですね、土日なんね。あ、なるほどですね。あとこれ見ると何ですかね、福祉バザーとかそういうのも一応出たりっていうの、これはもうやっぱり交通のあれですか、うん、駐車場。福祉バザーの時はもう駐車場係っていう形で。あ、なるほどです、はい、す。あ、そうですか。これ見るとあとその下にもあるけれども、地区総合防災訓練とかってこういうのもありますけど、うん、これはどういうことやるんですか。長野市の消防局の方から来まして、はい、それの時のやっぱり駐車っていうか交通整理ですね、うん、やってます安心の、うん、はい、あ、交通整理、はい、うん。あとはこれあれですね、まあ、これからやるんですけど、真っ白でひな祭りっていう形ですね。これはどういうことやるんですか、ひな祭り。それもだから子どもたちに車のところだから交通整理って形、うん、はい。まあ、だからみんな大体そういう形になるんですか、ね、協力するっていうのはね、はい、なるほどね。これもまた、真っ白で春祭り、これも4月からやりますけれど、はい、これまあ今回も2日間やるっていうのはね、うん、はい、これもあれですかね、何人ぐらい出てやられるんですか。これもまた地区でそれでやっぱり20人ちょっとになるかな、はい、交代で。あ、交代で出て、ね、はい、土日になってますよね。あ、そうなんですか、はい。これは春祭りだ と、お城の方ですかね。そうですね、そればっかりだね、うん、それはまた駐車場係って形でやります。ええ、やるんですか、はい、なるほどね。あとその他にあれですね、同じ日にちに松代、あ、新州松代ウォーキング、これもなんか応援出るみたいですね、うん、それもだから歩行者の安全という形で、はい、出てる、うん、交通整理みたいな感じ。ああ、そうなんですか、はい、あとはあれですかね、他に、こういったのの、まあ、特別なことは結局もうこれで事業でという形で動いているということですね、はい。もう総会の時に決まりまして、はい、その事業計画というのがもう決まってますので、はい、それがもう今年のだ、はい、で決まるという形ですね、はい、そうですね、はい。あ、これ今ちょっと出すのあれしちゃいましたけど、こういう形ですね、総合防災、それと十万石祭り、春祭り、福祉バザー、真っ白でひな祭りっていう形ですね。そうするとウォーキング、こういう形になりますね。それからあとあれかね、
25年度のあれは今一応終わりましたよね。あとこの組織の中っていうのはどうなんですかね。この今いろいろとこの中でやっておられるんですけども、この指示みたいのはどういう形のあれになるんですか。この安全部会で指示だ出されるみたいなのあるんですか。松代市長に住民事業局会で言ったかにあれがあって事務局がありまして、推進員のだから事務局がありまして、はいはい、そこでみんなで、はい、指示出してます。検討出してね、はい、わかりました。あとまあこれ見るといろんなその真っ白でねイベントなんかに参加されたりって、まあ、安全確保ということである程度分かってはきてるんですけども、この会長さんっていうのは結構出番も結構あったりとかまとめる役っていうのも結構あるので、その調整っていうのは結構難しいんじゃないですかね。どうなんですかね、うん、なんかイベントとかなんかあるときはもう必ず大臣って形で出てますね、うん、なるほどね、はい、うん、まあ、あとこれの他にはまたあれですね、なんか無事故無違反の表彰状もなんかっていうのでいただいたというので、これがそうですね、これはどういうあれでしたですかね。これは交通安全協会の方の安協の役員を今年でもう30年ちょっとやってまして、うん、それで表彰されまして、ええ、長野県代表って形でもらったもらいました。ああそうですか、はい、30年というと、あれ何歳ぐらいからなんですか。でもだからもう今年60になりますから、もう30年ちょっと、ね、30年やってます。きっかけって何でしょう。きっかけっていうか、もう地区でだから役員に選ばれちゃって、それからずっとやってるって形です、うん、ずっと、はい、これでもあれですかね、月に何回ぐらいそういう会議に出たりとか何かあるですか。うん、これ安全の方はだから交通安全集会の時はもうほとんど出たり、うん、なんかそういう形で出ますね。なるほど、ね、はい、そうだ、結構1年間にすれば結構出てるっていう形で、ね、出るとこも会議はほとんどよくありますね。なるほどね、はい、うん、これはだけどどっから表彰あれされたんだかね。関東管区ってやつ、うん、はい、関東管警察局長さんっていうんですね、はい、これもやっぱりどこでもらわれたですか、これ表彰状なんか。これはもうなんか向こうで送ってくれたって感じですね。本当は東京まで行かなくちゃいけなかったので、うんうんうん、向こうでなんか送ってくれてもらいました、ね、うん、あ、じゃあ行かなくても OK だったっていう形ですね、はい、本当はだから東京まで行かなくちゃいけなかったんですけど、うん、向こうでだからね送ってもらって、あ、なるほど、わかりました。あとそれとあれですか、なんか話聞いてるとなんかバイクの趣味があるとかっていうのはちょっと聞いてるんで、ちょっと写真を持ってきてもらいましたけどね、こういう写真です。なんかすごいんだけども、これって何 cc なんですか。これは1500 1500cc、はい、うん、乗用車と同じなあれですね、うん、もう乗用車と普通の乗用車という感じ変わらないで、はい、これって重さどのくらいあるですか。400キロあります。あ、これ単純にこうやって足開いて乗ってるけど、これあれ何ですかね、止めるときはどうするですか。これなんかそういう簡単に止められるの。うん、ブレーキもありまして、これこのバイクねバックギアあります、うん、あ、バックでもできるの。バックできます。ああそっかそっか、400キロあるからね、はい、あそっかそっか。これどうするか、バックギア入れてそのハンクラでこう後ろへスッスってずったりするんですかね。うん、だからボタンを押すとその分だけ下がるってこと。へー、ニュートラルにしといてバックします。ああそうなんです、はい、すごいね。でも私らもこういうのね、昔はバイクの免許を取った時はね、450cc とかなんとかだって言って乗れれば具合かななんて言って免許取ってはみたいけれど、買う金がなかったから乗れなかったんですけども、これってお金どのぐらいおよそかかるですか。250万とか、はい、すごいね。しかしこれの他にもなんか別の車もバイクもあるとかってね。うん、400cc ね、はい、うん、これはだけどバイクあれはないんだよね、バックギアはないよね。400はバックギアありません、ね、そうだね、はい、でもあれですかね、これ400でもなんて横に倒しちゃうと持ち上げるっていうかあれにも結構あるよね、うん、これね安全になってて、ね、ペタって倒れないようになってる、ね、
あ、そうです、はい、やっぱりそことはあの高いバイクが違いますね完全に横にパタッと倒れる、ならない、ちょっと斜めになるだけで、あ、完全にはなんかそれで保てるの、でもあのバンバーついててもう完全には倒れないんだ、あ、そうなんですか、はい、やっぱりそこは違いますね、あ、そうですか、うん、なるほどね、まあ、あのまたちょっと暇ってばおかしいけど、次回はちょっと見させてもらいたいなと思うんだけど、なんかこういうそのあれもあるけど、なんかツーリングクラブも入ってらっしゃるとかっていうんで、これはどこでやってらっしゃるんですか、うん、これはあの真っ白に海獣ってクラブがありまして、うん、はいはい、これは、どこ松本城ですね、松本城、はい、うーん、これな何ぐらいで行ったんですか、この時はだからその映ってるだけでもですね、これあれあのこれ松代町の中に会員が あのあれなんですか、いや会員はもうなんかあの篠ノ井とかあと須坂方面ですね、うん、松代にはいません、 あそうですか、はい、これは何ていうクラブなの、これは海津ってクラブですね、海津クラブ、はい、あ、なるほど、あの6号線がこうちょっとあのマークになってるとか、うーん、はい、これも女性もいるってことですよね、女性もいますね、ああそうですか、毎年1年に一遍は回るってことなんですか、そうですね、あの都合つけてだから参加できる人だけは、ああなるほどね、はい、まあ、この今日は、まあ、あの安全推進委員会の活動などっていうことでいろいろちょっとお聞きましたけども、まあ、全部は全部聞くことができませんでしたけども、まあ、今後ともですね体に気をつけて、あの松代町のためにですねご協力をしていただければいいかなというふうに思います。今日はどうもありがとうございました。久々にマガリオさんにちょっとお願いしようか、はい、はい、そうですね、はい、来週はね、これマッスルでひな祭り、ね、これイベントをやります、ね、はい、それでね、ひな祭り実行委員長の佐藤さんに来ていただいて、こちらのお話をちょっと聞こうかな、マッスルこれからいろいろやりますんで、はい、ひな流しから始まって、やっぱりただメインはそこの造山神社のこの川で流す、あ、そう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 、あれがメインですか、うんうん、あのね、造山神社で作って、うん、で祝詞をあげていただいて、それから流す、はい、それがメインのイベントということ で、はい、その他にたくさんある、うん、その他にね、高橋真由美さんの、高橋真由美さんも、うん、イベントで、ここ松屋センターにも展示しますので、はい、まあ、それも見ていただければな、はい、まあ、そこで、ね、そういった細かなお話をちょっと、はい、はい、そんな形で、はい、はい、方ね、よくご存じだから、うん、はい、この話聞けていいですね、はい、よろしくお願いします。それでは来週の続きますの、はい、どうぞお楽しみに。生まれたこの城はあなたの町、それそれそれくらい松代、また見てね。